一市忠氏は、沖縄県中上郡茶壇町出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。出身地は茶壇町とされているが、隣接する宜野湾市で生まれ、幼少時に茶壇町に転居した。小学3年児から内野手として、茶壇ライオンズで野球を始めると、茶壇町立加え中学校1年児の途中から保守に転校した。 沖縄県立茶壇高等学校への進学後は、一時外野手を務めたが、主に保守、三番打者としてプレー。在学中は春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかったが、対外試合で通算35本塁打を記録した。高校の同級生に、歌手の異例、浅野やオレンジレンジの寮がいる。東京情報大学への進学後は、 千葉県大学野球のリーグ戦で1年次から4番打者と正捕手を任されていた。在学中は1年秋、2年秋、4年秋にリーグ優勝を経験し、1年春、2年春、秋、3年秋には捕手としてベストナインに選出。通算で13本塁打を放った。3年の周期リーグ戦では打率割り25、4本塁打。 18打点という成績で三冠王になっている。大学の先輩にプロでもチームメイトとなる西村渡がいる。大学4年時には右手を骨折した影響で公式戦にはほとんど出場できなかった。しかし2007年の NPB 大学生社会人ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3巡目で指名。契約金7500万円。 年俸戦2 0 0万円という条件で入団した。背番号は48で、指名の直後には、当時編成部長を務めていた、山下大輔から、島本博と二人揃えば、向こう10年間は保守に心配がないと評価された。2008年には、7月29日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で、8番保守として、スタメンで一軍公式戦にデビュー。 同期入団の長谷部公平とバッテリーを組み、フル出場も果たした。しかし、打撃面では3打数無安打に終わり、長谷部が7失点で降板するなど、リード面でも8失点を喫した。一軍公式戦への出場はこの試合だけだったが、イースタンリーグの公式戦には、チーム最多の70試合に出場。出場機会を増やすべく外野手としても起用されながら、 チームトップの34打点とチーム3位の後、本塁打を記録した。2009年には、春季キャンプから1軍へ帯同。オープン戦の最終カードだった3月29日の、対中日ドラゴンズ戦では、同点で迎えた8回表に、代打へ起用されると、平井選手から、決勝の2点本塁打を放った。この本塁打を背景に、打てる星として開幕1軍入りを果たすと、 4月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦8回表に、死に立山義則から代打で一軍公式戦初安打を放った。一軍公式戦全体では11試合に出場したが、打率は167にとどまった。2010年には一軍公式戦への出場が2試合にとどまった。2011年には島に次ぐ2番手保守の座を確立。 一軍公式戦では、新人の塩見隆弘と主にバッテリーを組みながら、33試合の出場で打率、254を記録した。2012年には、小山葛氏や岡島健郎が台頭した影響で、一軍公式戦への出場試合数は、前年の1、3位まで減少。しかも、保守として出場した試合で負けることが多かった。2013年には、 チーム内の保守から、島と共にレギュラーシーズンを一軍で迎える。岡島と入れ替わる格好で5月3日から、出場選手登録を一旦抹消されたが、岡島が7月から右翼手として、レギュラーに定着したことなどから、8月11日付で、再び登録された。9月19日の対福岡ソフトバンクホークス、戦では、同点で迎えた9回裏の打席で、一軍公式戦では、 自身初のサヨナラアンダスタメンマスクを任された9月23日の対、日本ハム戦では、一軍公式戦初本塁打を放ち、一軍公式戦初先発の新人、宮川進を、シーズン2勝目に導いた。一軍公式戦への出場こそ19試合だったが、レギュラーシーズンの終盤には、上記のように、スタメンマスクを被った試合の随所で、チームの勝利に貢献。 チームはパシフィックリーグ初優勝からポストシーズンを経て日本シリーズ制覇したが、石峰は日本シリーズの出場資格者名簿に名を連ねながらポストシーズンの試合に出場できなかった。2014年には1軍公式戦11試合に出場したが、打率が091にとどまるなど制裁を欠いた。2015年には 公式戦の開幕を一軍で迎えたが、一軍公式戦後試合の出場のみで5月13日に出場選手登録を抹消。後に一軍へ復帰すると、6月3日の大東京をヤクルトスワローズ戦では、6番一塁手としてのスタメン起用で2安打を放った。6月12日の対中日ドラゴンズ戦でも一塁手に、 起用され、岩田真嗣から自身2年不利の本塁打をマーク。しかし、後に一塁の守備で負傷したため、翌6月13日に登録を、再び抹消された。再々登録後の7月22日には、札幌ドームの対日本ハム戦に、左翼手として、スタメンで起用。浦野博から3点本塁打を放っている。一軍公式戦全体では、 自己最多の54試合に出場し、打撃面で自己最高の成績を記録。保守としての出場は14試合だったが、15試合で外野、12試合で一塁の守備についた。2016年には、一軍公式戦への出場試合数が前年から半減。守備についたのは保守のみで打率、167、1打点と低迷した。二千十七年には、 一軍公式戦14試合の出場で1安打を放っただけでシーズンを終えた。2018年には入団以来初めて一軍公式戦上の出場機会がなく、イースタンリーグ公式戦でも81試合の出場で打率。195、3本塁打、18打点という成績にとどまった。同期入団の精査は量などとともに10月29日付で、 球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退した。11月23日に楽天生命パークでも用されたファン感謝祭の中で石峰と清沢の引退セレモニーが実施された。楽天球団のスタッフとして2019年1月5日付でチーム運営部チーム運営グループに配属。同年シーズンからはブルペン保守としてチームに帯同する。 2012年4月17日の千葉ロッテマリームズ戦が、雨天中止となり、清田育博がヘッドスライディングをするために出てきた際、自らも登場し三塁ベースコーチを務めた。名前の、ただしを変化させて、ターシーと呼ばれているほか、楽天の一軍監督を務めていた、星野瀬からは、シーサーとも呼ばれていた。ありがとうございます。